資生堂総合病院は医療法人社団小博会が山形県山形市に設置する病院。病院の理念は安全、安心、信頼される、公正な医療の実践。救急国示病院であり、230床を備える。山形県により災害中長期の応援派遣病院に指定されている。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。 全日本民主医療機関連合会に加盟している。また、専門外来として、糖尿病外来、肝臓病外来、禁煙外来を設けている。病院の理念により、差額ベッド料を徴収していない。周辺には付属施設の資生堂総合ケアセンターや、若葉保育園もある。理念、基本方針。資生堂総合病院。2017年5月12日閲覧。 救急病院等国事状況一覧表。山形県。2020年5月31日閲覧。第6次山形県保健医療計画 H25。災害時の医療体制を構築する病院。山形県。2020年5月31日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。 2020年5月31日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。山形県。全日本民主医療機関連合会。2020年5月31日閲覧。当院の遠隔。資生堂総合病院。2020年5月31日閲覧。山形県医療機関情報ネットワーク。山形県。2020年5月31日閲覧。病棟、 病室の紹介。資生堂総合病院。2020年5月31日閲覧。AB。地図。アクセス。資生堂総合病院。2017年5月12日閲覧。地図。アクセス。資生堂総合病院。2020年5月31日閲覧。ありがとうございます。